佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話はよく噛んで食べてみましょうです。よく噛んで食べましょうと聞かれると思いますけれども、私はできるだけ100回よく噛んで食べるように心がけています。100回と聞くとね、びっくりされると思うんですけれども、100回ここまで噛むとですね、いつの間にか口の中の食べ物はもうなくなっています。特にお野菜など噛むのが100回噛んでいるともうほとんどすぐなくなってしまうんですが、最低でも50回は噛んでいただきたいと思います。ただ玄米ですとかお肉は100回噛んでも結構まだ口の中に残ってますよ。実はよく噛むことで満腹中枢が刺激されて食べ過ぎないで済みます。また他にも胃腸に負担をかけないですとか、実は自律神経の副交感神経が元気になってストレスケアにもつながると言われています。このようにお体にとって嬉しいことがたくさんありますよね。そして何より感謝の思いで美味しく召し上がっていただくこと、このことが一番大切だと私は思っています。さあ、あなたも今日からできる時にぜひ100回よく噛んで食べてみるをチャレンジしてみてくださいね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。